こんにちは、桐崎英治の妹です。実は皆様に今まで隠していたことがあって、本当に重大な報告なので皆様に伝えたくてこの動画を撮っています。私、高畑舞には生き別れた双子の妹がいます。マジで今皆様これを聞いてびっくりしていると思いますが、つまり桐崎英治には2人妹がいるということなんですけど、その妹は今関西で働いていて大阪に住んでいます。なんで今まで舞と英治にもう一人妹がいるということを皆様に伝えられなかったかというと、舞もそれを知ったのは半年前、21歳になった時で、いきなりお母さんからあなたにはもう一人妹がいるということを告げられました。あの時は衝撃的で、かつ感動してすごく涙が出て、早くその妹に会いたいと思いました。この動画の高評価よろしくお願いします。今日はなんとここに来てもらってるので呼びたいと思います。前も今日会うのが初めてでした。名前は園原芽衣ちゃんです。どうぞ。こんにちは。おー、お願いします。初登場の芽衣ちゃんです。芽衣ちゃんって名前はお母さんがつけました。マイメイなんでね。やっぱ緊張するよね。喋れんよね。いやよね。前も最初は YouTube 撮った時喋りにくかったから、でも今日はすごい緊張すると思うから、心を休めながらちょっとでもリラックスしてこの家を楽しんでもらえたらいいなって思う。なんでも母親は私とメイが生まれた時に子供の幸せを思って片方を特別養子縁組に出したらしいです。いろんな事情により生みの親が育てることのできない子供を家族として家庭に迎え、自分の子供として育てる制度なんですけど、それでメイは生まれてからすぐに大阪の方に引き取られました。だから舞と同じ誕生日で同い年で21歳です。一卵性双生児なんでそっくりでしょ。21年前父母は経済的にも苦しい状態で、まだまだ親としても未熟な状態で、正直寮を育てるだけでも手一杯だったらしいんですよ。でもまさか次に双子が生まれてくるなんて想像してなかったみたいで、それで泣く泣く双子の片方の命を養子に出したらしいです。だからすごい辛い思いさせたんやろうなってすごく悲しくなる。実は今日会うのは初めてなんですけど、一度電話で話したことがあります。メイはすごく私と違って恥ずかしがり屋で、メイちゃん自己紹介をどうぞ。はじめまして、園原メイです。大阪から来ました。10月17日生まれの天秤座大型です。今日は一日よろしくお願いします。実はうち人見知りなのであまりうまく喋れないんですけど、何か伝えれたらいいなと思っています。私たちは一卵性双生児なので顔がほぼほぼ似てます。てかめっちゃそっくりです。ドッペルゲンガーみたいなね。彼女も今仕事の関係とかで顔を見せることはちゃんとできないんですけど、本当にそっくりです。てかさ、前とそっくりな顔で声かけられん？やっぱり舞ってさ、キリザケイジの妹やから声かけられること多いんやって。で、舞も実は何年か前に大阪行った時もかけられたし、声だからメイちゃんも絶対かけられると思うんやってね。キリザケイジの妹さんに似てんなって何回も声かけられたことあったんですけど、でも私桐崎英治さんというものを知らなくて、ね、誰やろうって思ってて、ちょうど1年前ぐらいに桐崎英治さん検索してみると温かい家族の皆様が出てきて、あ、すごいなと思ったのが印象的でした。こんな可愛い舞ちゃんに似てるって言われて本当に嬉しかったです。でも皆さん見てもらったら分かる通り、舞ってめちゃくちゃ活発な性格で、もうみんなからもううるさいって言われるんですけど、よく。でも妹の芽の方はすごく女の子っぽくて清楚で可愛いねん。なんか服装とかも全然違って絶妙にちょっとダサいというか、なんか舞が着る服の系統ではないですね。実は彼女は今大阪の伊丹空港というところで働いとってキャビンアテンダントをしています。だから英語めちゃくちゃペラペラなんやよね。あ、そうなんです。うち600点 TOEIC で取りました。え、 TOEIC とかも取っとるの？すごい、600点、600点取ってるんですって。皆さん同じ細胞の作りでもこんなにも違うんですね。でも逆にメイは運動ができないらしいです。私妹がいるって聞かされた時すっごいびっくりしたんやけど、メイはどう思った？うちも一緒に過ごしたかった。でも大阪の家族もすごく温かくて大好きやから、
ぜひまいちゃんも会いに来てほしいな。私みたいなのが妹でいいの？全然嫌じゃないよ。むしろ本当にこんな可愛くて清楚な女の子っぽい妹がおってくれて嬉しいよ。ずっと本当にさっきも言ったけど妹とかお姉ちゃん欲しいと思ってたから、もう夢が叶った気分ね。本当にありがとう。子供の頃はね、まいすっごい活発やったから虫取りとかしとって。逆にめいちゃんは何しとったん？プリキュア見とったわ。前もプリキュアよく見とった。でもまいブラック流行ってんて。めいちゃん何流行った？ホワイトが好きや。やっぱりやと思った。双子でもね、好きなキャラクターとかも違ってくるんよね。メイって見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ美人でモテモテだったらしいです。私と違って高根の花のイメージですよね。前なんて男子にいつもいじられた、いじられキャラでしたよ。もう今まで何回告白されたことある？20人かな。ガチで？すごいね。前なんて3人ぐらいしかないよ。本当にすごいね。今までどんだけの人と付き合ったことある？今までね、3人。一緒一緒、前も3人。なんかこうやって双子同士で話すのも変な感じやね。これからうちの家族紹介していくけど、うるさいし、ちょっとめいちゃんの体には合わんかもしれんけど、大丈夫そう？兄弟なのに毎日ベタベタしてきたり、たまに風呂とかもいきなり入ってくるんや。そんなに嫌じゃない？前本当に嫌ね。そうなんや。この年でなんか入ってくるってすごく恥ずかしいね。そんだけお兄さんは舞のことを思ってくれとるんやって思ったらすごいな。これ愛されとるっていうんや。なんか素敵な考え方ですね。皆さん同じ脳細胞でもこんなに考え方が違うな。本当にお兄ちゃんには毎日毎日迷惑かけられっぱなしやし、目に譲るよ。本当に？でもなんかお風呂を覗いてくるお兄ちゃんはいらんな。今まで綺麗崎英二の YouTube チャンネルって人生の中で見たことあった？ちょっと見てみました。そん時妹の顔自分と似とるなとか思わんだ？似とるなとは思ったけど、なんかそんなにそこは気にかからんかった。あ、なるほどね。21歳を過ぎるまで父と母は私に妹がいることを秘密にしていたんです。要はまだ目の存在を知りません。今日21年間生きてきて初めて再会しました。生まれてきた時ぶりです。離れ離れになってしまった親、兄弟、姉妹、子供とまた一緒に生活がしたい。生き別れになった家族との再会を望んでいる人は絶対に多いと思う。この地球には自分とそっくりな人間が3人いると言われていますが、実際に遭遇した人はどれだけいるのでしょう？マジで激似。そんなシチュエーションは映画やドラマ、小説の中だけやと思う人が多いはずやよね。自分と瓜二つの人間がこうやって存在することとか、こうやって出会うこととかってすごいことやよね。なんか今まで家族の幸せを願うことは当たり前やったけど、こうやってまた幸せを願える人が増えたってすごく嬉しいことやし、メイがおるから前は頑張っていけると思う。やっぱ双子ってすごいなって思った。誰か帰ってきたんじゃないですか？あ、多分今お母さん帰ってきたから前履けとこう。ちょっとメイとお母さんで話してみて、ちゃんと。わかりました。お話ししたいです。なんか動画回してると緊張しますね。ただいま。こんにちは。こんにちは。なんか天気違うわけよ。まいさんあちらです。なんだそこの、あれ？ねえ、はい、もしかして、もしかする？メイ？いや、すっごい久しぶりやね。こんな立派に育ったんや、はい、美人さんになって。ありがとうございます。泣かないでください。なんかすごい胸がいっぱいで、なんかそんな他人興味ないよね。なんか前と顔そっくりやけど雰囲気全然違う。あ、そうですか。こんなに育った環境で変わるんやね。前だって可愛いにさ、前のことだって褒めてくれたっていいやんけ。まあ、メイももちろん可愛いけどね。前これから動画でんから履けとくわ。可愛さもなんか雰囲気がじんじん。あんたはもう元気はつらつ、まいちゃんですって感じやけど、この子はメイと申します。よろしくお願いします。みたいな、このおしとやかな感じ。いこないよ。まいちゃんすごく元気はつらつしてて、まいちゃん本当にメイの憧れです。私が育てると多分メイちゃんはこんなんならんかったかも。いや、多分元の性格こんなんなんで。本当に、はい、メイを手放した時は、すごく大変やった時期やってん。お母さんに聞いたかな。子供が欲しくって、もう一人寮に兄弟が欲しくって子供作ろうと思ったんやけど、まさか双子やと思わんかった。でもまあ双子でも頑張ろうと思ったんやけど、その頃ちょうどやつしが心の病気になって、怒るかなこれ、仕事辞めてんね、うちの旦那様ね、あなたのお父さん。私もその時働いてなくって子育てしとったから収入がなかったんて。でどうしても3人、いきなり3人は育てられんってなって、里子に出してしまってん。いやいや、本当に私も今大阪の家族と楽しくやってるので大丈夫です。なんかそんな、ごめんね、はい、ごめんね。あちらのお父さんとお母さんに聞いたけど、キャビンアテンダントしとるんやって今。そうです。すごいね。いえいえ、なかなかなれんやん、狭きもんやん。素晴らしいと思う。やっぱりなんかちょっと
お母さんの身長を受け継いだのもあると思います。あ、そうやね、キャビアテンダントって身長の必要やもん。そう、そうなんです。じゃあ動画って出ていいの？今動画撮っとるみたいけど。はい、一応マスクしてならば。いやでもマスクしても姉ちゃんの前にそっくりやから。そう、あんま意味ないかもしれない。あんま意味ないかもしれないですけど、一応。じゃあ今日一日前もちょっと今日用事あって出かけたところやし、はい、劇団桐崎エイジに入ってみ、一日だけ。ぜひ私も入ってみたいです。そのキャラのままでいい、はい、前の双子の妹姉ちゃんを劇団桐崎エイジにスカウトしました。突然やけど、うちのお父さん以外みんな荒木商事っていう会社で働いとるね。そうなんです。うん、今日ここでみんなで会社の打ち合わせするね。社長と同僚と寮とかが今ここ帰ってくるから動画撮ろうか。あ、はい、ね、はい、びっくりすると思う。寮はじめうちの会社の人たちもみんな双子の妹がいるなんて知らんね。隠しとったし、で前にはもう二十歳になって21になった時にちょっと告白してんけど。ってことで本日の企画、双子の妹、社長、同僚、父親、寮に会わせてみた。親父は生まれた時もちろんめいちゃんにやっとるけど、それ以外は初めて会うからね、びっくりすると思う。ちょっと私も緊張してきました。ってことでまず初めに親父呼ぶね。行くよ、はい、次。じゃあ親父1階におるから電話で呼ぶね。すごいですね、これカメラなんですね。そうです。ちっちゃくてこれみんなわからないです。みんな気づかんと撮られてるの。いつもドッキリこれでかけられちゃう。あ、やすし、ちょっと待って。ちょっと携帯変になった。じゃあ今ちょっと2階ちょっとすぐ来てくれんけ。ごめん、こんな、ちょっと待って。マジ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 、合わせたい人おるからちょっと来て。誰よ。すごい、ごめん、こんな喋り方でびっくりしたやろ。ちょっとびっくりしました。ごめん、やすしと喋ってるとイラッとくるげん。なんかいらっしゃったみたいです。おい、なんや。こんにちは。改めてどうした。マイじゃないんやって。はぁ、どういや、マイやんけ。ほら、生まれてすぐに養子縁組に出したメイちゃんって覚えとらん。メイは覚えてる。でも、あの時ちっちゃい頃別れたやん。うんですん、うん、養子縁組って会わんでいう条件のことじゃなかったっけ。2人21歳になってから前に告白してんね、双子の妹おるって、うん、そしたらどうしても会いたいっつってメイちゃんと連絡取り合って、であちらの嫁さんも承諾してくれたし、今日会いに来ることになって。そうなの、メイ。でもそっくりじゃない。そっくりやな。でも一卵性やから。まあまあまあ、まあ、双子やもんな。はじめまして。はじめましてってお前覚えてないか。ちっちゃい頃、ちっちゃい頃ちょっと生まれてすぐ。あっとらんや、ちっちゃい赤ん坊の頃。ちっちゃい赤ん坊の時って記憶なんてないやろ。そうか、お前こんなでかくなったんか。はい、はじめまして。マイ、マイじゃなかった。メイジン、パパ会いたかった。なんかやっぱマイと顔そっくりやけど違う。育った環境でこんなに変われんよ雰囲気。うちの娘と違う。なんかうちの娘は娘で可愛いけど、こんな女性らしい顔してやがじゃないよね。感動するんけど。ちょっと待ってや。泣かないでください。手あったかい。なんか前と違う。前にいつも冷たいんよあいつって。そうですか。あいつ結構降るよねって。超嬉しいやけど涙。ダメだ。泣いとるよ俺。ほんと涙出しとるよ。嬉しいです。私もちょっと感動してくれ。私でもすごく会えて嬉しいです。涙枯れて電話やっぱ年やし。いやいや、はい、もういいって、もういいって。やだやだ、しつこい。いや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 、メイ、やめんか。ちょっと待って、言って言って。分かった。メイ、すごい。メイ、メイ、いや会いたかった俺。パやりすぎやろ。やるぞ娘や。なんかもうドラマ。あんたびっくりしたら、ごめんね。うちの家族こんなんね、本当に。びっくりしました。メイも俺の名と一緒やな、ほら。本当ですか。うん、一緒、一緒やと思う。まあ、名そっくりやね。そっくりやな。マイとももうウニ二つやな。ウニ二つとか。当たり前や。私やもん。双子って大変ねえよ。二回陣痛くるねえよ。ここに住んでもらって、リョウの部屋を渡そうぜ。リョウ、あいついらんないよ、もう。って家から出てってもらうぜ。いいと思う。私もそっちの方が全然いい。あの時本当お前のこと手放したこと本当ごめん。すまん。いえいえ、すまんかった。大丈夫です。この通りや。私もごめんね、もう一回言うわ。ごめんね。私今大阪の家族とすごく幸せに過ごせてるので、何の心配もいらないです。俺の中から出てきたわ、ほんまに。いやいや、私の中から出てきたし、俺いつもこんな言い方するね。さっきが夜な夜な上に乗ってきてパコパコやってできたんやけど。うん、誰か帰ってきた。誰よ、りょうか。あ、社長、お疲れ様です。お疲れ。あれ、りょうと朝倉。あ、まだ来てないです。あ、ほんと。もうすぐ来る。でも俺より先行ってたんだけどな。みんな座って、どうした。あ、ちょっと社長にも紹介したい人いるんですよ。紹介したい人って誰や。ちょっと座ってくださいよ。この方形なんか違うと思う。いつもと一緒やだよね。俺もそう思った。私、前を産んだ時双子に出るんですよ。は、何言ったの。双子に出るんです、実は。で、その時にちょうどやすしが仕事辞めた時で、家計的にすごい苦しくて、一人を養子縁組に出してるんです。大阪の、まあすごい、いいうちに引き取られて。まあ、その
うん、その妹のメイ、メイです。篠原メイです。ま、え、マジ？マジマジ。だって一緒やん。だって一卵性の双子やもん。あ、でもなんかさっきからおとなしい感じがする。いつもなら、いやーって感じやん。そうそうそう。なんで今まで俺に言わんかったやん、こんなこと。いや、言いにくかったし。ちょっと待って、ほんだらさ、りょうやまいは知ってんのこれ。まいは21歳の誕生日の時に私、告白したんですよ。うん、そしたら、まいが、なんかメイちゃん、自分の妹に会いたいっつって、連絡取って、お互いに連絡しとったみたいね。そしたら、今日なんか今日急に会いに来るっちゅうのになって、うちに来とるって知らんくって、帰ってきてびっくりしたんですよ。ちょっと失礼。あららに、ちょっとうちの娘にやめてくれんか。ちょっと前とは違う匂いした。前はいつも柑橘系なんよ。なんかジャスミンの、なんかローズ系の匂い。どんな親父なんですか。ちょっと気品のある匂い。あ、首のほくろがない。なんでそんなことしてるんですか。気持ち悪いな。気持ち悪い。前はここにほくろあるんよ。だからそういうことも私だって知らない。なんで知っとるの。俺も知らんぞ。知らないの、親のくせに。気持ち悪い。なんでそんなとこ見てんの。だって前はいつも生まれたての姿を俺に見せてくれてるもん。前ちゃんの彼氏さんなんですか。いや、彼氏なわけねえし。わけねえよ。彼氏でしょ。なんでいいよ。彼氏ねんて。パパってよく遊んでるって。いや、彼氏じゃないって。前よりちょっとおまんじゅうが大きいかもしれない。ちょっと膨らみがいつもよりや。どこ見たらあんた一覧性やから。そこ一緒ねんて。違う、なんかいつもよりちょっと大きいって。パパ活とか興味ない。私そういうのはちょっと得意じゃないかもしれない。なんで。姉ちゃんが引いとるから静かにしてくださいよ。かわいそうやろ。いや、あっちの家族ってどんな人。お父さんは関西有数の銀行の頭取をやっている。頭取。お母さんはファッションデザイナーで、よくなんか東京とか結構出張行ったりしてて、なんかお店も持ってたりしてます。お前らババとジジと全然ちゃうやん。てかよ、マイとメイでパパ活2倍楽しめるやん俺。でもお金も2倍かかりますよ。そこは半額だろ、お二人やから。いや、何わけわからんこと言ってんですか。マイちゃんって本当パパ活してるんですか。デートしてるだけ。ちょっと映画行ったりね、お食事行ったりだから。楽しそうでしょ。だからメイちゃんも一緒にやろうよ。ご飯とか食べるだけだよ。俺とマイの間の中で合言葉があって、今日の出来事はパパにもママにも内緒っていう。パパとママには内緒。これが二人の合言葉。そうですね。ね。可愛らしいです。ね。だから今日やろうよ。ネジ5本ほど外れてるでしょ。たまに外れるけど。あ、誰か来てた。社長すいません、遅れました。お前朝から遅えよ。すいません、時間通りなんですけどね。だから3時やったの。僕今日寝てなくてすんごいテンションが高いんですよ。僕今日はそんなノリの会じゃないの。あ、そうです、仕事ですもんね。今日会議会議、はい、でもその前にちょっと朝倉さんに紹介したい人おるね。はい。あ、舞ちゃん。生き別れになった前の双子の妹のメイ。そんなことあるんですか。飛んだってくる。めっちゃ飛んでるやん。すごいやん。1メートルぐらい飛んだ。舞ちゃんじゃないですか。いや、そっくりやろ。じゃあ双子はもう一卵性しかも。どこに住んでるんですか。今大阪に住んどって、なんか舞とメイと連絡取り合って今日遊びに来てやる。何されてるんですか。大阪の復興で CA として社長はキャビンアテンダーじゃないですか。お前好きなやつや。僕も好きです、社長も好きです。変態や、やばいやばい。あの制服は最高やつとのな。あ、そういえばお金持ちといえば乗馬とかしてるんですか。あ、してます。社長、俺らもしてますよね、乗馬。あ、そうです、そうです。いやいや、そう、社長と朝倉さんの場合は競馬でしょ。かけとるだけでしょ。え、違うの、乗馬と違うの、あれ。乗馬って言ったら、うん、馬の上に乗って。え、馬って走るんだよ、こうやって。お金払って馬券買うんだよ。だからそれは競馬。この子は乗馬。え、休みの日は何して遊んでるんですか。結構ホームパーティーとか。あ、社長、俺らもよくホームパーティーしてましたよね。あ、それ、合コンだよ。え、それ合コン。だって朝倉さんは知らない女性と一緒に飲むんですよね。そうです、あれがホームパーティーです。あ、じゃあホームパーティーって言ったら知ってる家族同士のみんなでパーティーすることをホームパーティー。社長、この人たちバカですよ。おかしいよ。バカです、バカです。そっちバカやし。メイちゃん、俺と結婚してくれませんか。私まだちょっと結婚は考えてなくて。社長、早速振られました。社長、当たり前じゃないですか。当然の結果だもん。あ、帰ってきた。じゃあ、遅いよ。3時に集合やってんよ、ここに。俺と社長と朝倉さんだけでいいじゃないですか、会議は。ちょっと待って、私おるげんけど。いや、おらんでいい。なんで、私だって会社よ。あららに庄司の社員やよ。今日申し訳ないけど、会議はちょっとサクさんは関係なかった。いや、じゃあ、なんでうちでするんですか。でも、りょう、ちょっと来て座って、うん。会議の前にちょっと伝えたいことあるんや。めちゃんから、じゃあ、りょうに自己紹介して。何をおとぼけとるん、お前ら。篠原芽衣です。はじめまして。実は前は双子やって、この子前の妹のメイに。どういうこと。何をデマカセ言ってんの。デマカセじゃないげんて。いや、おか
しいやろ、お前。違うんやんて。ちょ、ほんとごめん、理解が追いつかないけど、頭の思考回路が全然おかしくなってるんやけど。あんたいつもおかしいけど。いや、でもほんとに意味がわからん。状況が理解できへん。一回服脱がしたらわからんわ。何やった、まだ服脱いだろ、これ。なんだよ、お前。ちょっと待って、びっくりしとる前に。ほら、こんなお兄ちゃんでいいの。首にほくらないけど、胸にほくろあるなんて。胸のここだろ。そう。あるある。そう、それを見ればわからん。やべえな、お前ら。やめろ。ほくろない。ちょっとほんと理解が追いつかないけど、どういうことか説明して簡潔に。だからさっき言った通りや。それは何、今までここの22年間黙っとった俺が生まれてから。言えんかったもん。マイとメイが連絡取り合って、で、今日家族に会いたいってメイちゃんが来てくれたの。特別養子縁組に出したかっていう問題なんですよ。その時は、やすし仕事辞めて。苦しかったんで、いきなり双子生まれるってなって、ちょっと。これ動画撮れやん。撮っとる。撮っとる。ここカメラあるやん。お前やば。めっちゃ全部動編するやん。俺七五三とか両方とか卒業式行けんなことマジで悲しい、そんな考えたら。一緒にしてあげられたらもっとよかったかもしれんけど、でもいっぱいしてもらったやろ。動画ででも大丈夫な。じゃあマスクをつけてならば。ドッペルゲンガーじゃないですか、これ。よく大阪のお父さんとお母さんも了承してくれたの、これ会いに来てくれること。15歳の時に本当の両親がいるんだよっていうことを伝えてくれて、会いたかったら全然兄に行っていいんだよっていうふうにうちの両親言ってくれてて、でもなんか私の中でまだ会っちゃいけないのかなとか思ってたんですけど、こういう YouTube やってることを知って、それを両親と一緒に見て、この人たちなら会っていいんじゃないみたいな。じゃあ俺ちょっと考えてみる。両親組のところの家に舞を引き渡してメイにこっち住んでもらうんけ。舞とメイを交換するってこと？そういうことです。あ、分からんかもしれない。スワッピングっすよ。スワッピング。パパ生どんなことしてるんですか？砂場とか行って、今日のお遊びのことは お父さんお母さんに言うなよとか。だって砂場で大人の遊びを棒倒ししながらこうやって俺の棒倒すなよって。普通の遊びしなかった？保育園の砂場とかでこうやってしてました。俺の棒倒すなよ、俺の棒絶対倒すなよって、はい、なかった？ありました。あったよね、ほらやってんだよ。え、メイは YouTube つって大丈夫かな、このカメラに。はい、大丈夫です。メイ初めてこの家来たわけやんけ、ちゃんと家の中紹介したけ。してないよ、だってここでしか喋ってないもん。じゃあちょっと紹介するわ。メイさん、俺と社長どっちがタイプか決めませんか？どうやって判定すればいいでしょうか？だったらここは一発芸でいきましょう。社長、俺一発芸ないから。昭和のギャグいきますよ。コマレッチコマレッチ。大丈夫なん？ダメやろ。コマレッチコマレッチ。いくよ、一発芸叩くなる。スピンスピン。やつが俺の番か。ハイレグハイレグハイレグ。ねえねえ、私会社辞めようかな。もう私退職願いです。どっちの方が好きやった？朝倉さんです。やべー。まず前の部屋から紹介するね。はい、お邪魔します。汚いけど。まいちゃん、あれちょっと朝倉さん。桜やめえ、まあ、ね、前匂いうつらやん。このアクセサリー私も持ってます。たまたま。はい、うちもあのシルバーアクセサリーの方が好きで、うん、やっぱ兄弟似るげんね、うん、姉妹は。え、私も BTS のジョングク好きなんです。え、じゃあ男の好みまで一緒。すごいですね。やば。じゃあ俺で OK じゃん。いや、それはパパ活です。え、ここが俺の部屋やぞ。すごい広いですね。メイちゃん。はい、俺と LINE 交換お願いします。あ、はい、わかりました。社長、やりましたよ。めいちゃん、浅倉です。めいちゃん、浅倉です。めいちゃん、浅倉です。めいちゃん、浅倉。お前何やってんの、お前。この社長、会社辞めるわ。あれ、これ倒産するやろ、この会社。ごめん、やめるわ。めいちゃん、好きだよ。めいちゃん、逃げて。めいちゃん、逃げて。めいちゃん、行け。ちょ、あんな上司さ、会社に行って大丈夫なんですか？もう終わったかもしれない。でも社長も社長ですよ。うちの会社終わった。ここがね、ヤスシと私の部屋。ここで子作りして、ほんでメイとマイが生まれて、ここがあなたが作り上げられた場所だよ。こんな人から生まれてきてるあなた。ちょっとおこがましいかもしれないんですけど、お父さんお母さんとお呼びしてでも、えですか？えですよ。え、呼んでくれる？うん、お母さん呼んでくれる？嬉しいわ。え、嬉しい、ありがとう。ほんま嬉しい、ほんま嬉しいわ。これが関西弁よ。嬉しいわ。ちょっと、あららみ、お前関係ねえぞ、お前。ダサくさに紛れて、ちょっと。めっちゃいい匂いや。めっちゃいい匂いするな。え、こんな家族で絶対になりたくない。おいおいおい。じゃあ俺のことパパって言う？またや。パパって。調子に乗っとるわ。パパ。めい！やめろってやめろって、ま、嫌なことは嫌やってはっきり言えるような子になってね。あ、うん、はい、わかりました。はい、はパパ活をしません。じゃあ、お馬さんごっこしましょう。ヒヒーン、ヒヒーン。ごめんなさい。メインやってほしいことあるんやけど、前がいつも最後にやってる動画のエンディングでやるピーナッツやってほしい。あ、はい、わかります。春だよね、あったかいよね。僕の尽くしでドッピーナッツ。わあ、終わった。首ですね、これ。首。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光。
満ち溢れてるはず。ハクション。